の。そうです。あなた方が噂の女性だけの舞台か。ドクトンが相手を取っていた。だがまずは私に心の強さを見せてもらおう。ドクトン、この芝おかしくない？なんで向こうのリーダーに会うことになってるの？マリーもわかりません。でも今はファンのみんなを喜ばせることが先決です。そうですよ、とにかく頑張りましょう。みんなをあなたの虜にしてください。そしてぶっちぎりの一番になってください。ちょっと不安だけど、応援してくれるみんなのために頑張るぞ。闘志よ、今こそこの超死竜が相手になろう。やってやる。やっぱリオさんのカードが一番華麗で強力だな。バカ、マリーちゃんのシステマには誰も叶うもんか。アホ、ほのかリーが一番に決まってるだろうが。やっぱりほのかちゃんが一番だ。見事な心の強さ、そして鮮やかな手並み。噂は全て真実だったようだな。ほのかちゃん最高だ。あの超運をやっつけるなんてすげえ。もしかしてこの人たちが噂の？玉木ちゃんに会わせる前に本物か確かめないと。もっとファンの人を連れてきてください。そしたら本物だって信じますから。うん、噂って何だろう。その前にファンをいっぱい連れてこないといけませんね。待ってたよ。強いんだね。腕は確かだ。フン、小娘が俺を倒せると思うな。すごく美しく可愛らしい。あなたこそ俺の女神だ。一緒についていきます。マリーちゃんの趣味は最高だ。あの服だって自分で縫ったんだぜ。ほのかちゃんなんかお風呂好きだぞ。綺麗好きで素晴らしいじゃないか。リオさんなんかな、手品が得意なんだぞ。終わった後の笑顔がまた可愛いんだ。あなた方は前から好きでした。ついて行かせてください。さて、こんなものかしら。そろそろあの子のところへ行ってもいいかもね。確かめるために戦わせてください。ここは私が。助けていただいてありがとうございます。なんて強くて可愛い人たちだ。ほのかちゃん、ここまでも追いかけるぜ。みんな、いつも優しいな。ありがとう。見事な手並みを。消耗されているご様子、
下がってください。今日はこれくらいにしといてやる。出番ですね。ここまで来ると噂は本当らしいな。だがただで玉木に合わすわけにはいかねえ。この先に凶悪な鬼がいる。そいつを倒したら合わせてやるよ。この声いくぞ。飛んでっちゃえ。あいつだ、急いで倒してきてくれ。ちょうど退屈していたところだ。アルさん、倒させてもらうよ。貴様らで晴らしてやろう。ちょっと怖いけど、みんなのために頑張るぞ。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。漁夫を倒したやるじゃねえか。よし、玉木に会ってきな。そろそろ分かっただろ。一番はマリーちゃんだ。いや、ほのかちゃんだね。はぁ、あ、リオさんに決まってるだろうが。あなた方のお見合わせは神だね。私、ずっと会いたいと思っていたのです。私たちに会いたいってどういうことですか？お話は後にいたしましょう。まずは私にも皆様の輝きを見せてくださいませ。ほのかちゃんのピース、かわいすぎる。なるほど、あなたは手慣れであると認めます。私はもう皆様の虜です。ファンになってもよろしいですか？あれ、よくわかんないけど、私たち異世界の争いを止めちゃったみたい。いや、まだ争いは続いています。3人の中で誰が一番魅力的なのか。ほのかちゃん、直接対決で決着をつけてください。ここまで来たらやるしかなさそうね。こうなったらやるしかないですね。わかりました。舐めないでください。お客様がお望みなら。アルさん、倒させてもらう。狩りの時間だ。逃がしはしない。
これからも一緒に来てくださいね。皆さんよろしくね。あれ、そういえば何か忘れてるような。ファンの数を見ると今回の勝負は引き分け。次は頑張らないと。私もみんなのために頑張りたいな。応援してもらってとっても嬉しかったから。まあいっか、今大事なのは次に一番になるのは勝利の女神リオで決まりだし。